中京 TV スポーツ。まずは二軍監督ご就任おめでとうございます。おめでたいかは分かりませんけども責任を感じております、はい、就任されて今のお気持ちいかがでしょうか。皆さんご存知だと思いますけど昨年まで、阪神タイガースさんの方にお世話になっていてで、今年、自分の時間を持ちながらそしてクリアな気持ちで、ドラゴンズを見ていてで、もちろん僕は名古屋 で、ドラゴンズで育てていただいた身分ですから気にならないはずはないですしで、結果的に今年のドラゴンズの戦い方それからまあ、最終的に順位ですよねが下位に低迷してしまったということを考えたときにこうした方がいいのかなとかああしたらいいのになとかこれはいいよなとか、そういった ある意味そのファン目線で、もし自分が指導者になったならとかそういったファン目線であったり指導者目線であったりっていう形で見させてもらった1年でしたね、はい、ドラゴンズに育ててもらったという言葉もありましたが2013年以来ドラゴンズのユニフォームを着ることになります。これに関してはいかがでしょう。ということはちょうど10年ぶりになるのかなですよね、はい、以前何ですかその10年ぶりに着ることに関してそうですねやっぱり自分がやっぱり選手の頃そして指導者としてやってた頃とまた時代の流れといいますかねそこがだいぶ変わってきているのでまあ指導方法も変わってくるでしょうしでまた球団の考えはもちろんのこと、そして新たにユニフォームを着させてもらうっていった部分ではまだ顔と名前が一致しないっていうね部分の選手もいますんでそういったところはちょっと不安材料も多少はありますけどでも自分が感じた部分そしてやりたいものっていうようなところは主張しながらやりたいのかなと思いますけど今日の契約の場では球団からは井上さんへの期待であったりどんな言葉かけがありましたか。いやこれはもうご想像つくと思いますけどもやっぱり立浪監督がある意味そのもがき苦しんでいると言いますかねそういったところに生きのいい選手そして期待ができる選手というようなものを送り込むというようなのを僕も十分に責任を感じながらそういったところをケアしてあげるという部分に徹してくださいというような話だったと思います。先日名古屋球場にも井上さんを訪れて立浪監督とも話をされたかと思いますが、はい、来シーズンに向けて立浪監督とはどんなやり取りされていますか。立浪さん、監督っていう形以外にね昔から現役の頃からお世話になっている、ある意味兄貴分で、立浪監督のこともよく知ってますし立浪さんっていう部分もよく知ってますしでお前が思うようにやればいいよというような言葉はいただいてます。その中でなんとなくこう察しがつく部分というのはね立浪監督が多分俺に期待していることはこんなことなんだろうなというのはものは自分の中で持っているつもりですしそこは大事にというかそしてやっぱりチームの長が求めているものは何なのかっていうことは常に念頭に置きながらやりたいのかなやれればいいかなって思いますけどね。
改めて球団からの言葉であったり辰巳監督とも話をして2軍監督としてはどういったチームを作っていきたいですか。ざくっとした話になりますけども、その1軍にしても2軍にしても、すごい借金を抱えて終わってしまった今年で、僕が求めているものはまず何ですかね、陽の気というか、なんか明るいものがちょっと足らないのかなっていう。そして気合だ根性だっていう時代ではないっていうのも重々分かってます。でもそれも大事だと思うんです。よくね、古き良きものみたいなで、新しきものに変えていかなきゃいけないっていうような部分ももちろんそれも分かってますけども、古くその泥臭い、なんでしょうね、今言った気合だ根性だでやるのも僕は必要だと思ってますし、だから2軍の預かってる選手でも自分が何をすれば1軍に上がれるのか、そしてこのチームのパズルを組み立てた時にどのピースになるべきかっていうことを自覚させるっていう、それは何でしょうね、頭ごなしに教えるつもりもないですし、ただ向き合って、お前の特徴はこういうところがいいんだよとかね、ここをもう少し、補充すればもっと良くなるんじゃないっていうようなことをね、コミュニケーション取りながらやれたらいいかなと思います。井上さんは中日では打撃コーチ、二軍監督、さらには阪神でもヘッドコーチなどを務められてこられまして、このあたりの経験が今回の二軍監督どのように生きてきそうだなとお感じですか。生きてくる部分はすごく多分にあると思いますよ。すごくそういったね、ある意味重責を任された部分も今となってみればすごく自分の中で積み上げてこられたもの、指導者としてやっぱり足らなかった部分もいっぱいありますしね。でもなんか自分の良さっていうようなものも周りから聞いた時に、ああそういったところが評価されてるんだなっていう部分も自分の中でプラス材料として、これからそうですね、最初の2軍監督した時が多分ドラゴンズの39歳の時だったんですかね。あの頃は選手と混ざってウォーミングアップとかしてましたけどもね、走り回ったりしてましたけど、そんなことはできなかったにせよ、なんか一緒に汗をかき、そして一緒にバット振ってグローブでキャッチボールしてバッティングピッチャーしてあげてっていうようなことは自分のできる限りはやっていきたいかなと思います。そのあたり選手との距離感であったり関わり方であったり大事にしていきたいことっていうのは改めてどんなところ。いや今ね、この時代、例えば大きな声で怒鳴りつけるとか、それから手や足が出るっていうのはこれはもってのほかな時代ですから、でも冷静になんかこう話を聞いてあげるっていうようなものに飢えてる選手がいたとすれば、それは本当にね、同じ目線でっていうのがすごく大事だと思うんで、それでこうなんでしょうね、選手の脇腹をくすぐるというか、おい踊れ踊れと言って太鼓を叩くというか、そういうのはことは徹したいと思いますけどね。もう早速明日から秋のキャンプが始まりますが、どんなところを見てそして鍛えていきたいと思いますか。いや、まだ実際もちろんテレビで見て球場に来て、で顔と名前が一致する選手もいっぱいいますけども、でああこんな特徴があるんだとか、この子の結構足速いじゃんとか、いいスイングするねっていうようなものもまだまだ見ていかなきゃいけないので、実際は明日からのキャンプは参加させてもらいますけど、今までこの見てきた監督をはじめコーチ陣の
練習内容であったりとか指導方法というのの、まあ、そうですね、上巻ちょっと見させてもらおうかなっていうレベルだと思います。2013年以来ドラゴンズのユニフォームを着る井上さんのことを楽しみにしているファンの方もいると思います。最後にファンの方に挨拶メッセージを。挨拶ですか。そうですね、まあ10年ぶりっていうふうなことを聞くとちょっとピンとこないんですけども、そんな経っちゃったのって思いますけど、まあ今足らなかった今年、昨年とちょっと、会に低迷してしまったっていうようなところで、何が僕にできるのかっていうことを考えた時にね、なんか一人一人のモチベーションを上げてテンションを上げて、であとそれぞれの選手の志っていうようなものを、俺がいやいやそんな頑張っても別に俺は一軍なんか行けねえよとか、そこまでやっても俺はマウンドに立てねえよとか、なんかこうテンションが低く志が低い選手をこうぐんぐん、知りいただいて押し上げていくっていう、これがチーム力の底上げになると思うので、そういったものをものすごく意識しながらやっていきたいと思いますので、本当に強いものに憧れるじゃないですけどね、僕らも皆さんもそうでしょうけども、スーパーヒーロー、強いものに憧れるじゃないですけども、やっぱり憧れられるチームになるために選手を持ち上げて、テンション上げて強いチームを作るためのお手伝い、いやもう本当にある意味自分がグラウンドでやるわけではないんですけども、率先して元気出して、ちょっとチームの色をね、ちょっと薄い色に青がなりつつあるので濃い青にしていきたいなと思います。ありがとうございます、はい、代表からは以上となります。各社その他質問いかがでしょうか。質問します。これまでの指導者生活、そして評論家としてラジオやテレビで培ったコミュニケーションモンスターぶりをこれからどういうふうに生かしていこうと思いですか。そのコミュニケーションモンスターというワードを使いたかったんですね今ね実際でも僕は何ですかね、人見知りではないと思うんですね僕が。で選手の中ではやっぱりもじもじして言葉をよくね発することがままならないっていう選手もいるでしょうけれど、なんか話して分かる、そして分かってはいるんだけども体で、表現できないという選手もまだまだいると思うんで、そこをねなんかこう重要視じゃないですけども、コミュニケーションでそこが打破できるなら、一緒に先ほども言いましたけども汗かいて一緒に同じような形を作り、そしてフォームを、そしてランニングを、守備練習をバットスイングをっていうようなことは密にしてあげたいなと思います。実際に直近のタイガースで指導されていた時はかなり実践できましたか。そうですね、よく阪神の球団の職員とか、ね、裏方さんとかにも言われましたけど、もう本当に何年も前からいたんじゃないですかぐらいのことをよく言われましたけども、まあ、でもそれが自分の中でやっぱりいいところとして選手に接していければなと思いますけどね。それはこの後ドラゴンズでもきっと実現できると、あそこは苦にならないので、はい、あとはでもやっぱり皆さんが期待されている部分、なんか活気があるね、ちょっとたくましくなったね、なんか陽の気が本当に溢れ出てるよねっていうところを引き出してあげたいかなと思います。
NHK の二階と申します。チーム、今年ご覧になって、もがき苦しんでいるところをどうにかしたいというお話もありましたけれども、今年のシーズン振り返られて、例えばバッティングが気になるですとか、守備のミスが気になるですとか、プレーの面で、シーズン振り返って気になる点を教えてください。気になる点ですか。なんかこう、もちろん、個々の技量っていうようなものはもっとみんなレベルアップしなきゃいけない。そして辰巳監督が起用する選手っていうのは今ね、若手に切り替えようと一生懸命している中で、でもその選手が何ですかね、使ってもらっている、出させてもらっている、こんな下手な俺でもっていうような部分を感じない。いやいや、普通だったらそう簡単に出れないよって。でもなんかそこに対して、その試合に出させてもらってるから頑張ります、必死になりますっていう熱量というようなものがちょっと足らないかなっていう。それは全部つながってくると思うので、熱量、そして熱さ、元気っていったところがやっぱり足らなかった。得点力不足、ピッチャー頑張ってるのになんてよく言われてましたけども、そこに全部共通してくるのかなと思えば、今はまだ一生懸命階段を上ってる最中の若手ですから、それは本当に時にはその後ろからね、一生懸命ケツをしてあげて、足を負傷したならそのね、なんでしょう、杖に俺がなってやるよっていうような気持ちを接すれば、みんな徐々に技量、技術上がっていく。そしてそれが個がね、個の技量が上がればチーム力も上がるっていうことですから。でも一番求めるのはやっぱり最終的にはやっぱ熱量ですかね、熱さで。なんかちょっとこう透かして見てるような選手がもしベンチにいたとするなら、そういったことがないように、それはもう僕が管轄するその2軍の方で植え付けていきたいと思います。